はい、どうもです。親父の晩ご飯の時間でございます。今日こちら、ロピアで買ったお惣菜たちですね。ちょっとね、メイン系がいっぱいある感じもするんですけど、まずね、揚げたてだったんでね、199円かな、とんかつですよ。結構大きい。ちょっとあれ見せようか。結構ね、大きいの。脂身も乗ってて、脂身も入ってて美味しそうだわ。こんな感じ、揚げたて。で、唐揚げでしょ？さっきね、買い物動画で、初めてのスーパー、唐揚げを食べとこうなんて言ったんですけど、別の店舗で食べてますね。それを思い出しました。そして100g78 円の焼きそば。これも初めてか。いや、お好み、広島風お好み焼きだったのかな、あれ。お好み焼きだったら食べてないんですけど、広島風お好み焼きを食べてたら食べてるな。豚肉とね、人参、キャベツが入ってるそうです。あとは鶏天丼。これが298円ですげえうまそうだったんで購入してきました。以上で食べたいと思います。さすがにね、茶色ばっかだったんだから、だったんでね、キャベツ切った。あと野菜ジュース。先にこれを飲んでね、ちょっとお腹を膨らまして、全部食べないように、食べ過ぎないようにしておきたいと思います。いただきます。もう今日火曜日なのよ。揚げ物の日にするつもりなかったんだけどね。買っちゃうとダメだね。どうしようかな。やっぱとんかつ行きたいな。揚げたてですしね。もういつもなら醤油かけたり塩かけたり、なんなりで行きたいんだけど。いただきます。うまっ。ロピアとんかつうまいな。もちろん揚げたてっていうのもあるんだろうけど、しっかり脂身が入ってんのがいいわ。2対8理想ですね。若い頃は本当は脂身あれだったんで、7対3ぐらいで入ってると嬉しかったんだけど、最近はもう年なんで2882ぐらいで入ってるといいかな。ちゃんと合間に野菜を入れてね。で、唐揚げ粉。もう開けた時から香ってたんですけど、ニンニクが結構効いて美味しい。ジューシージューシー。これだけ温めた。細め。麺が柔らかいね、ちょっとね。ちょっと屋台チックで。キャベツもでも食感があって美味しいわ。なんていうのかな、すごい美味しいっていうのじゃないんだけど、懐かしさのある美味しさかな。お値段も安いしね、十分だと思います。ちょっとチンした方がいいかな。いや、これ結構でかいよ。すっごいな。鶏天丼だったんだけど、天ぷらしちゃ天ぷらか。でもお肉柔らかい。
あ、ご飯結構入ってるわ。この厚みがあるからね。うん。これいいわ。じゃあトマトしても茹でたんだよ。味見しようと思って。とんかつうまいな。スーパーのとんかつって結構脂身なかったりするから。白いご飯でいいよ。最近揚げ物食べないから食べれなくなってきちゃったんだよね、あんまり量を。まあいいことなんだろうけどね。昔は本当に週に3日も4日も食べてたけど、今は多くても週2回しか食べないようにしてるから。できれば焼きそばなんて揚げ物じゃないから。明日に残してもいいんだけど。だから今日パスタ食べようと思ったんだよ。昨日豚肉ときのこのパスタ食べて美味しかったからさ、たけのこと鶏肉のパスタ食べようと思ったんだけど、でもロケ行く時点でもう決まってただろうな。今日あれがなかった、ジャンボチキンカツ。カツは食べときたいな。唐揚げ弁当とかについてた、すごいクリーミーっぽいポテトサラダ、美味しそうだったな。なんかとろーっとしてるんだよね、ホワイトクリームみたいな感じのポテトサラダ。まあでも玉ねぎ入ってから食べないだろうな。
この体勢は冷凍いけるな。いいな、これ懐かしいな。うん、こういうのが美味しいんだ。結構な厚みあるからな。いやでも今日の買い物は良かった。いろいろ美味しそうだったな。お寿司美味しそうだったな。なかなかさ、場所があんまり良くないんだよね。ちょっとこっちに避難しよう。あ、でもタレ美味しいわ。このご飯に染みてる鶏天のタレ。いい。ダメだ、油来ちゃったな。3日分だもんな。カツ食べたかったんだけどな。そんな。はい、ってことでね、ちょっと残しちゃいましたけど、ごめんなさい。ごちそうさまでした。やっぱり、ね、思いのほか揚げ物食べれなくなってるな。まあいいことだとは思うんですけど、なんか寂しい気もするね。はい、ってことでね、ごちそうさまでした。ロピアさんのお惣菜お弁当とても美味しかった。またね、次回からもちょっともう食べられる範囲でね買いたいとは思うんだけど、つい買っちゃうんだよね。この食卓にいっぱい並べるのも嬉しいし。はい、というわけでごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。親父の食卓へ足を運んでいただきありがとうございます。それではまた。バイバーイ。